アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎろなしのような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋りちゃです。令和6年6月23日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 X リーグ ジュニアトーナメント準決勝の1試合、ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして、両チームウォームアップを終え、その試合開始の時を迎えようとしています。両チームの簡単なご紹介をさせていただこうと思っております。本日はメインスタンド側に陣取っております、チームカラーグレーをまとっておりますのが、ゴールデンファイターズです。すみません、若干、画面とかぶっておりますので、一旦画面をワイプを外させていただきます。創部1992年の5月、チームに関わる全ての人に勇気と感動を与えられるチームを目指し、構成メンバー皆さんに支えられていることを胸に刻み、試合に勝つということ、そして最後まで諦めないという心で、強さを発揮し、真摯にフットボールに取り組み、チームともに成長を目論んでおりますゴールデンファイターズの面々となっております。近年は X2 に長く在籍しておりまして、昨シーズンも昇格を果たしました、アスパ防災設備崩壊、そしてトライアクシスジェイサーズ、今春はそのジュニア、グリーンボールチャレンジにおいて優勝を取りましたジェイスターズと肉薄しまして、 X1 の座席を争いまして、最後まで優勝争いに絡みました。その実力、非常に素晴らしいものがあります。骨太な真摯なフットボール、その言葉通りに再現するゴールデンファイターズが、この4強対決の中の一戦一角として勝ち上がってまいりました。このまま一気に春制覇、そして昨シーズン果たせなかった X1 昇格を目論むゴールデンファイターズとなっております。これに対しまして、反対側に陣取っておりますのが、本日の対戦相手でありますサイドワインダーズです。こちらも非常に成績よく、あります。昨シーズンは X3 に在籍する形でしたので、非常に厳しい状況にありました。しかしその中において、奮闘を重ねまして、X3 を制覇し、そして X2 昇格を成し遂げ、再び今シーズンは X2 で 戦いに挑まんとしております。そしてその勢いに乗じるかのように、このトーナメントも4強の一角に加わってまいりました。またサイドワインダーズは関西最古の社会人チームとしても、その歴史に名を刻んでおります。その総合メンバーは京都大学、日本大学、立命館など数々の強豪チームによって結成されましたサイドワインダーズです。かつては岩谷産業をスポンサーとし、 X1 の中でも強豪勢の一角として戦っておりました。現在その厳しい状況を突破し、再びその栄光の時を取り戻さんとするサイドワインダーズが今回の対戦相手となっております。審判団がフィールドに戻りまして、これより試合開始の時を告げようとしております。一旦若干画面の方を切り替えさせていただきます。
ただいまより NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2024グリーンボールジュニアトーナメント準決勝ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの試合を行います。令和6年6月23日場所は大阪 MK タクシーフィールドにて X リーグ2024ジュニアトーナメント準決勝ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの一戦がまもなく行われようとしております。グレーのユニフォームが試合開始12時キックオフ予定となっています。ただいまグラウンドの中央では審判団両チームのキャプテンによるコイントスが行われております。これより試合に先立ちましてコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが本日はホームチーム扱いとなりますゴールデンファイターズ、奥側に陣取りますのが本日はアウェーという形になりますサイドワインダーズです。全国各地本日は非常に雨が強い日となっております。この、大阪エキスポ、大阪エキスポもその、天候の中に行われております。現在は雨がほとんど降っておりませんが、しかし天候変遷するその強い風に見舞われております。ゴールデンファイターズレシーブ、サイドワインダーズキックオフ、ゴールデンファイターズリターンで試合が始まります。グレーのユニフォーム、ゴールデンファイターズがレシーブです。この試合は1クォーター12分の正式形式で行われます。まもなく試合開始の時を迎えます。まず試合はサイドワインダーズのキックオフで開始する形になります。キックオフしますのはサイドワインダーズ11番の井戸です。対しましてゴールデンファイターズはリターナーに10番、さらに0番を配置した模様です。0番は本田、10番は北川です。サイドワインダーズのキックオフで試合開始。リターナー10番中央付近突破を図りまして30ヤード付近からの攻撃を得ます。この位置からゴールデンファイターズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権更新を図るか、あるいはその過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはゴールデンファイターズ自陣32ヤードの位からのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。さあしかしまずその最初のプレートラブルが発生、ラインセンターからのボールがスナップを乱れましてボールがロスト仕掛けました。なんとかクォーターバックこれを抑えましたが、しかし結果的には倒れた地点までが攻撃の獲得距離、この場合は喪失距離となりますが3ヤードロスになっております。
攻撃権1つ失いまして、ゴールデンファイターズセカンドダウン攻撃権更新必要距離13ヤードに変わります。失礼しました、14ヤードに訂正します。4ヤードのロスです。ゴールデンファイターズセカンドダウン14。パス成功。ここでオフェンスは攻撃が開始点より後方より前一度だけできる前パスを敢行しました。このパスを右に展開しておりましたワイドレシーバー87番に通しまして約5ヤードから6ヤードゲインに変えております。ゴールデンファイターサードダウンファーストまで残り8ヤード。この結果攻撃権更新必要距離は残り8ヤードに変わっております。ゴールデンファイターズターゲットは87番の藤田でした。ゴールデンファイターズサードダウン8。パス成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック左に展開していたレシーバーにパスを投じまして攻撃権更新を図りましたが、しかしこれはサイドワインダーズ17番が飛びつきましてパスカットしパス成功に変えております。前パス失敗ですので、ここで攻撃3回目は終了となりまして攻撃権最後の4回目に変わります。見事なパスカットを決めたのはサイドワインダーズ17番の柴田でした。ゴールデンファイターズ最後の攻撃権フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄を意味します。しかしそのキック力により陣地挽回を図ります。ゴールデンファイターズフォースダウン8。ここでコースとこのパント雨天の影響か大きな返しにはなりませんでした。結果的には自陣脱することができず、ゴールデンファイターズ陣56ヤード付近でボールデッド。この位置で攻守交代となり攻撃権は変わりまして、今度はサイドワインダーズの攻撃に変わります。直行様、早速チャットラインのメッセージありがとうございます。ゴールデンファイターズの応援メッセージ、これはチームにとって大きなエネルギーになると思います。さあしかし攻撃権は変わりまして、今度はサイドワインダーズ相手陣入ってからの相手陣46ヤードからのファーストダウン10。パス成功。パス成功。まずサイドワインダーズのパスプレーから入りました。クォーターバック右にスプリンターを通しワイドレシーバー24番にパス、これを24番キャッチしまして約4ヤードのゲインに変えております。まず最初のプレー、見事にパスキャッチを決めましたのはサイドワインダーズ24番の井上でした。これによりましてサイドワインダーズ相手陣42ヤードからセカンドダウン6と変わります。攻撃権更新必要距離は6ヤード。パス不成功。再び右にスプリンターを通しワイドレシーバー24番にパスを投じましたが、これはゴールデンファイターズ25番見事なパスカットでパス不成功に変えております。バイパスは失敗しますと攻撃権を1つ失いまして、この場合はサードダウンに変わります。見事なパスカットを決めましたのはゴールデンファイターズ25番の国木でした。ダウンが1つ進みます。先ほどセカンドダウンでしたので今度はサードダウンとなります。サイドワインダーズサードダウン6、3回目の攻撃と変わります。攻撃権更新必要距離は6ヤード。パス成功。パス成功。今度は中央に走り込んできたレシーバーにパス、ワイドレシーバー12番、これをカバーされながらキャッチしましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。結果的にフォースダウン4回目の攻撃に変わります。しかし厳しい状況を見事にキャッチしましたのはサイドワインダーズ12番の田原でした。サイドワインダーズフォースダウン2、パントフォーメーションを取りました。こちらもキックにより陣地挽回を図ります。このパントは大きなリターンを避け、あえて手前側に切りました。結果的にゴールデンファイターズリターンできず、ゴールデンファイターズ陣21ヤード付近でボールデッド。この位置で攻守交代となりまして、ゴールデンファイターズに攻撃権戻ります。
まず最初の双方の攻防はパントという形に終わりました。互いにディフェンス陣奮闘というところもありますが、同時にこの天候の影響を感じる最初のシリーズでした。さあ2回目の攻撃シリーズに入ります。ゴールデンファイターズ自陣21ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランプレーいた。今度は地上戦の勝負を展開します。ランニングバックにハンドオフをしまして、中央密集点にランニングバックを突入。ディフェンス陣群がりましたが、これをランニングバック42番見事に踏ん張りまして、さらに粘り越しセカンドエフォートを見せまして、約2ヤードのゲインに変えております。まずタコがランを最初に披露しましたが、42番の門田でした。さあゴールデンファイターズセカンドダウン8、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離8ヤード。さあ再び中央のランプレー、今度も密集点1番に突破を図らせました。しかしこれはサイドワインダーズ見事にラインバック陣に対応しまして、このランプレーノーゲイン、獲得距離なし、サードダウンに変えます。島田剛也選手の中央プレーでしたが、さあゴールデンファイターズサードダウン8、ノーゲインに抑えております。3回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離8ヤード。パス成功。さあ今度は右にいるレシーバーに向けてスイングパス、外へ走り抜ける弧を描くようなパスコースを走らせ、オープンを展開図りました。レシーバーのその走力によって一気にゲインを図らんというプレーでした。ターゲットは17番、しかしこれはゴールデンサイドワインダーズ24番タックルしまして、攻撃権更新を果たしておりません。フォースダウンに変わります。ターゲット17番は岡村でした。それを仕留めたのは24番の伊藤上です。ラストダウン、新たなファーストダウンで残り4ヤード。さあゴールデンファイターズフォースダウンに変わりまして、パントフォーメーションを取ります。ここでパントサイドワインダーズリターンしようとしました。しかしここで雨のためかボールをロスト、滑らせて落としてしまいました。この落としたボールを抑えましたのがゴールデンファイターズ。従いまして、この結果攻撃権はゴールデンファイターズに再び戻りまして、ゴールデンファイターズ結果的に前進する形で攻撃継続です。ゴールデンファイターズファーストダウンで攻撃継続となりました。さあゴールデンファイターズは相手陣に入った格好になります。相手陣44ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ゴールデンファイターズ、ここでゴールデンファイターズパスによって突破を図ろうとしました。しかしそのパスを取りましたのはサイドワインダーズ、従いまして攻守交代となります。ターンの場によりまして攻守変わり、今度はサイドワインダーズの攻撃と変わります。フリーボールでボールをキャッチした選手の権利となります。ここで一気にゴールデンファイターズの試合前進図らんとビッグプレーを狙いましたが、しかしこれは結果的に実らず、ターンの場となっております。さあゴールデンファイターズ今度はサイドワインダーズの攻撃。ナイスラン、ここでランプレーから入りました。ランニングバック託されまして、右オープンを当初展開しようとしましたが、ここでゴールデンファイターズディフェンス陣殺到、これをしかし振りほどきまして左オープン展開し、5ヤードから6ヤードのゲインに変えております。本日は天候のため、危機不安定のため、配信に集中して難しい点が出てくるかもしれませんが、何卒ご了承お願いいたします。スレリー様、本日も配信ご観戦ありがとうございます。
パスコンプリート。パス不成功。パス不成功の判定です。今度は右に展開していた5番にパスを通し、そこからキャッチアンドラン、ヒッチパスによるキャッチアンドランはからんというところでしたが、ディフェンス陣プレッシャーをかけまして、このパス不成功に変えております。 PR 準備、 PR サイドワインダーズ、サーダウン4。パス不成功。今度は左奥走り込んだ8番にパスを投じました。ディフェンスを振りほどきてこれを取らんというところでしたが、わずかにこのパスキャッチできず、パス不成功によりフォースダウンと変わります。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。アメリカンフットボールでは反則が発生しますと審判団よりファールマーカーが投じられます。フィールド上に審判団から黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。果たしてこの反則は果たしてどちらにありましたか。まもなく審判団から判定が行われます。リターンチーム、反則地点より10ヤード下がりまして、ゴールデンファイターズのファーストランです。リターンの際の、ゴールデンファイターズの反則です。背後からの不正なブロック、相手選手を後ろからブロックしました。後ろからのヒット、リターンチームの選手は相手選手を背後からヒットしてはいけません。危険な行為としてみなされ反則となります。10ヤードの抜体、しかし攻守は変わりまして、ゴールデンファイターズの攻撃となります。ゴールデンファイターズ自陣41ヤードの地点に下がりまして、しかし攻撃に入ります。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあまずパスプレーから入ります。右オープン展開しておりましたワイドレシーバー、33番でしょうか、失礼しました、83番ですね、83番にヒッチパスを通しまして、そこから約4ヤードのゲインを果たしております。パスを取りましたのは83番のキッカーです。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストダウン、ゴールデンファイターズセカンドダウン6。これはサイドワインダーズナイスディフェンス。今度はランニング枠1番にハンドオフし中央突破を図りましたが、しかしこれは、サイドワインダーズ9番が見事に対応しノーゲイン、サードに変えます。今度は選手の中央プレーでしたが、見事なタックルをしましたのはサイドワインダーズ9番の岩永でした。今川春樹選手がタックル、ノーゲイン。さあゴールデンファイターズサードオン6となります。ボールは自陣46ヤード、まで残り6ヤード。これを20番ディフェンスカバー振りほどいて見事にキャッチ、攻撃権更新、ゴールデンファイターズファースト。見事パスキャッチしたのは20番の山田でした。7ヤード引きるファースト。さあここでクォーターバック竹内のパスが通り始めております。ゴールデンファイターズ相手陣37ヤードに入りましてのファーストアンテ。さあ今度
番ランニングバック1番ハンドフから1番ミニオフタックに突入、相手タックル来ましたがセカンドフォートで粘りまして約6ヤードのゲインに変えております。タフな走りを披露したのは1番の島田でした。約6ヤードのゲイン、ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストまで残り4ヤード、ゴールデンファイターズセカンドダウン4、ボールオン相手陣31ヤード。パス成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック7番中央を切れ込んできた87番にパスを投じましたが、しかしサイドワインダーズ17番見事に対応しこのパス成功に変えています。ダウン3番に変えます。見事なカバーを披露したのはサイドワインダーズ17番の島田。ゴールデンファイターズサーダウン4、何枠1番ラストプレーで中央突破、ゴールデンファイターズファースト、見事攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースト、ランニングバック1番島田、これゴールデンファイターズは1番のパワープレーで勝負持ち込みました。ラストプレーブロッカーをつけ中央1点突破するランプレーによって中央突破しまして攻撃権更新果たしております。ゴールデンファイターズファースト、さあリセットしました攻撃、相手陣26ヤードからゴールデンファイターズファーストダウンテ、パス成功。今度は左ランニングバックを展開しての17番のスイングパス、ここから左オープンを17番突入しまして約7ヤードから8ヤードのゲインに変えております。ゴールデンファイターズガイドレシーバー17番岡村、17番が岡村でした。ゴールデンファイターズセカンドダウン3、ボールオン相手陣19ヤード、QB サークォーターバック7番パスを投じようと構えました、しかしその一瞬の隙をつきましてサイドウィンダーズ53番 QB サーク、パスを投じる前にしてサーダウンに持ち込みます。見事 QB サーク披露しましたのはサイドウィンダーズ53番村越でした。素晴らしい QB サークでした。村越隼人選手が QB サーク、ゴールデンファイターズサーダウンテ、約7ヤードのロス、ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストまで残り10ヤード、パスインコンプリート、パス不成功、ラストダウン、この距離をパスによって突破かりました。ターゲット87番、しかし逆リードとなりましてパス不成功、フォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウンって、さあフォーメーションを変えたフィードゴールトライ、キックによる3点狙います。キックレングス43ヤード、フィールドゴールを狙う模様です。さあどうだ、距離は十分、はい、キック成功、フィードゴール成功により3点獲得となりました。この距離を25番見事にフィールドゴール成功しまして、ゴールデンファイターズ先制点となります、3点獲得となっております。国木寛大選手のフィールドゴールチャレンジ、アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、3点がボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレスキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでボールをキックで決めますと1点、エンドゾーン持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーです。アメリカンフットボールはこのような得点パターンの組み合わせにより引き分けが起こりにくい決着方式となっております。そしてその試合は得点を挙げましたゴールデンファイターズのキックオフで再開します。
サイドライナーズリターンに入った。これはゴールデンファイターズナイスカバー。結果的にほとんどリターンさせず、サイドライナーズ陣を4ヤードからの攻撃に変えます。ゴールデンファイターズのキックオフで試合が再開。サイドライナーズリターナー8番竹原翔太郎選手がキャッチ。さあ勢いに乗っていこうとしておりますゴールデンファイターズ。このキッキングでその勢いを感じるシーンがありました。ボールはその結果サイドワインダーズ自陣7ヤード付近にセットされております。この位置からサイドワインダーズ反撃に入ります。さあサイドワインダーズは何としてもこの状況を打開図りたい。サイドワインダーズ自陣7ヤードからファーストアウト。パス不成功。まずパスプレーにより突破を図りました。右に展開しました16番にパスを投じましたがこのパスオーバースロー。パス不成功となりセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン点。パスを投じる前に仕留められました。エンドゾーンで倒されかけましたがコーターバックなんとかこれは食い止めました。しかし自陣1ヤードに下がっております。ここでホイッスルです。第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてゴールデンファイターズ3点サイドワインダーズ0点。まずその第1クォーターはゴールデンファイターズリードを取る形になりましてこれより攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。